ではパート3として国家試験の概要についてお話をしていきます。国家試験の概要まず全体像からですね。キャリアコンサルタントの国家試験は学科試験と実技試験に分かれています。学科と実技があります。これ両方合格して初めてキャリアコンサルタントの試験合格となります。学科試験は4試択一マークシート方式です。 特徴的なのは実技試験でしょうか。実技試験の中にも論述と面接試験というのがありまして、この論述と面接両方合格して実技試験の合格となります。片方でも点数足りないと実技試験そのものが合格できないということになってしまいます。まあ、論述試験というのは文字通りです。論述式の 問題に対して文章で回答していくというものです。キャリアコンサルタントとして独特な試験がこちらでしょう。ロールプレイという試験があります。これ何をするかと言いますと、時間で20分ということなんですけれども、ロープレイ15分。この15分間というのが、目の前に実際に相談者の方がいる状況で、15分間の相談業務をやって 見てみせるという試験なんですね試験監督が2人いまして相談者役の方が試験のその実施団体の方から用意されていますその方を前に「あ,あの今日はどんなご相談でいらっしゃいましたか?」ということで相談内容をお聞きする相談者の方が「これこれこんなことで悩んでいて」とか「仕事上こんなトラブルがあってこんなこと困っていて転職しようかどうしようか悩んでるんです」「例えばこんな相談がありました」 そうしましたら、受験をされる皆さんはキャリアコンサルタントとして15分間相談に乗る。これを実際にやってみるというのがロールプレイの試験です。そしてロールプレイの後に口頭諮問と呼ばれている5分間が用意されています。試験監督2人がロールプレイの様子ずっと見てます。 その試験監督から今のロールプレイを振り返って自分ではどうだったかというような質問がいくつかされますのでそれに対して答えていくというタイプの試験になっています。これがちょっと特徴的であのこの試験心配される方も多いんですけれども養成講座の中でロールプレイの練習もしていきますのでここはご心配いただかなくても大丈夫です。 まずこれが国家試験の概要ですね。全体こんな感じの試験になっています。そして2024年度の試験日程を挙げてみました。そもそもこのキャリアコンサルタントの試験は今年に3回行われています。国家試験で年に3回受けられるというのは非常に珍しいです。それだけチャンスが多いですし、あの やろうかなと思ってから早い段階で資格が取れるというメリットがありますよね。はい、で今回はこの後お話ししていきますけれどもキャリアコンサルタント養成講座12月1月2月のクラスで検討されている方については早速もう来年の7月の試験を受けることができるこんなスケジュール感になっています。7月に学科と論述の試験が 一日で同時に行われます。そしてその後、面接試験、ロールプレイの試験については、日程が何日程か分かれていて、これは皆さんの方から希望を出すことができません。この日程で、この時間で受けてくださいという指定がありますので、そこでロールプレイの試験だけを受けに行くということになります。はい。で、今から、キャリコンの資格取ろうかなって思って、7月の試験を受けて、 8月には合格発表がありますので、ね、もう来年の8月にはこの資格を取得することができるということになります国家試験としては本当にあの思い立ってから資格を取るまでの期間が短いかなというふうに思いますそれだけチャレンジしやすいんじゃないでしょうかねはいそして26回試験の後は27回28回の試験の日程も発表されています 7月、11月、3月というのが、もうこのところずっとこうしたペースで年3回試験が行われています。気になりますよね。合格率です。見ていきましょう。キャリアコンサルタント試験の、まず学科の合格率ですね。学科と実技分かれてましたからね。学科の合格率。直近ですけれども、第23回という試験の合格発表がありました。はい。で、ちょっとこの、 拡大して見ていきましょうね。合格発表どのぐらいだったかと言いますね。学科試験の合格率83.6%です。高いですよね。83.6%学科試験ね。あの国家試験の中では、これだけの合格率が高い試験って他にないんじゃないでしょうかね。 で、まず1回目からね、今23回目まで試験があったわけなんですが、この折れ線グラフで書かれているところが、ずっとこの試験の合格率の推移です。この第4回と第9回の試験の時がとても難しくて、合格率がもうガーンと下がっているところがありますけれども、それ以外は、おおむね、おおむね、こういう推移でしょうかね。大体、もう、 低い時でも60%台の高いところね、70%近いところでずっと推移してきていて、特に直近の数字で見ますと少しガタガタとしているところね、ちょっと上下はありますけれども、60%から80%ぐらいの間で数字が動いています。ということで、いずれにしてもね、60%以上というような合格率が出ている試験だということで、ちょっと一旦、 安心されまししたででょうかね学科試験こんな感じです実技試験見ていきましょう今度実技ですね論述とロールプレイの試験の合格率こちらの方がグラフとしては安定してますよね第23回同じく23回見ていきますと合格率63%ですね63%おおむね実技試験はこのような推移をたどっているというところになっています ということで、学科試験が今回80%を超えている、実技試験も60%を超えている。学科と実技一発合格される方はもう50%以上ですね。これ毎回そうですね。毎回受けられた方,受けられた方の半数以上が、1回の試験で学科と実技合格されている。というのが、今の合格率、キャリアコンサルタントの試験の現状です。